んこんにちは、風道でございます。本日は令和2年7月2日午後12時54分でございます。いや、早いものでもう7月に入りましたけどもね、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ私事なんですけどもね、まあ去る5月29日だったかなにね、MV アグスタの F3 っていうね、オートバイを新車で納車させていただいてね、まあ最近あんまりやってなかった元ブログをね、また少し力入れてやっていこうかなと思った矢先にね、ちょっとまあいろんなトラブルがありまして、今の現状とね、これからの展望なんかをね、少し話せていけたらなと思っておりますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。というわけで、今現在ですね、メカニカベルゲーラドミニクアグスタ伯爵の F3800 というオートバイをですね、手元にはないですね。前回の動画の後にね、まあすぐ自走してディーラーさんに持って行って預けになったんで、まあここ1ヶ月ぐらいかな、納車して1ヶ月ちょっと経ちますけど、3回目の入庫と相成りました。で、まあ1回目2回目はね、そのレッカーされた時はディーラーさんの方で症状がちょっと確認できなかったので、もうちょっと様子見てくださいってことで戻されたんで、まあ治ってはないだろうなっていうのはあったんですよ。で、3回目まあ鬼門の駐車場でね、まあ大丈夫かなと言いながらやったら、まあ案の定ね、症状が出てしまってがっかりだったんですけど、まあそんな感じでね、ディーラーさんにすぐ電話して、まあ、持っていきました。で、持っていく途中にね、セブンイレブンに寄ったんですけど、そこでね、やっぱりエンジンかけたらやっぱり同じ風になったんで、これもしかしたら3度目の正直じゃないけど、ディーラーさんの方でもね、一緒にこれ症状確認できるんじゃないかなっていうね、淡い期待を持ちながらディーラーさんに持っていったところね、やっぱり症状が出てね、初めてああこれかっていうね、症状を確認してもらいました。で、預けてから10日ぐらい経つのかな。で、今現在なんですけど、その水温が高い時にね、そういう症状が出るんで、もしかしたらこうオーバーヒートの症状にすごく似てるんだよねっていうことで、まあその辺をちょっと今当たっていただいている次第でございます。で、なるべくね、俺もポジティブな動画を作りたいなっていうのはすごくあって、で、まあ、ここのところね、まあ、この一連の動画を出してね、ありがたいことにいろんな方に見ていただいたみたいでね、たくさんコメントをいただいたりアドバイスをいただいたりしました。で、本当に感謝してるんですけど、チャンネル登録もね、ここ2週間弱ぐらいで、ね、600人ぐらいドーンってしていただいて、まあいろいろね、皆さん気にしていただいて本当にありがとうございます。てなわけでね、今どうなってるのかっていう現状とかね、今後どうしていくのっていうね、コメントなんかもいただいたりしたんでね、それはちょっと報告する義務もあるんじゃないかなと思って、まあ、YouTuber としてね、この辺は包み隠さず話していきたいなと思っております。ただまあこういうトラブルが出たからね、このアグスタのバイクはどうのこうのとかね、まあそういうコメントもたくさんいただくんですけどね、なるべくね、こうポジティブな感じで返してはいるんですけど、イタリアのバイクだからどうとかね、そのディーラーさんがどうとかね、対応がどうしたこうしたっていうことをね、ネガティブに伝える気は全くなくてね、なるべく楽しくね、このバイクの良さを本来はね、新車で買ってワクワクでね、まあこの時期だから買ったっていうのもあるんでね、ワクワクでツーリングにいろいろ出てね、このバイク、このメーカーの良さをね、本当はたくさん伝えなきゃいけない立場なんですけど、それがね、うまくいかずにね、ちょっと私もね、心情穏やかではない中でね、なるべくね、そう勘違いされないような動画作りをしていきたいなと思っております。ただ現実としてね、やっぱ起きたことは伝えなきゃいけないんでね、そこはなるべくね、伝えていきたいとは思っているんですけども、とはいえね、やっぱりこういうことがなるべくないようにね、安心のね、この新車を、まあ新車だから壊れないってわけではないですけど、新車を選んで買ってるわけじゃないですか。やっぱり大枚はたいてるんでね、で、自分も結構人ごとに今までね、感じてね、まあしょうがないしょうがないって言ってましたけど、まあいろんなコメントをいただいたり、いろんな人のアドバイスをいただく中でね、やっぱり自分もそのデイトナ675っていうね、愛したバイクを投げ打ってまでね、この新しいバイクを買って、で、初日からもうほとんど乗れてないっていうのはね、まあいかがなものかというのは正直あるじゃないですか。で、一応ね、今のところそのプロのね、メカニックが直すと言い切ったんでね、まあ、そこはまあ俺ら素人がね、あだこだ言うのはちょっと控えようというのもあって、で、そのプロの仕事ぶりっていうのはちょっと見させてもらって、戻ってきた時にね、どうかなっていうのはちょっと
見ていこうかなと思ってます。で自分もね、まあ、そういう財産を投げ打ってやっぱ買ってるものなんで、うん、こうやっぱ真剣なわけですよ。でいざという時にね、まあ、しかるべき対応を取れるように今いろんな機関にね、まあ、足場を固めてるって言ったら言葉悪いんですけど、いろいろ相談してます。あの法律の専門家とかね、まあ、あとは自動車責任物製造センターとか、なんかちょっと細かい名称忘れましたけど、それ、ね、ちゃんと相談する機関があって、まあ、いろいろ相談する中でね、やっぱりそれちょっとね、オートバイとしての本来の目的を果たせてないよねっていうところで、まあ、今直そうとしてるから、まあ、そこはちゃんと見て、で同じところがね何度もこう症状が出るようだったらね、もうそれは叱るべき対応に出てもいいと思うよっていうアドバイスはいただいております。まあそこまでねするかどうかは別ですよ、別ですけども、いざという時に知識がないとやっぱりねバーッと丸め込まれてしまうんで、うん、そうでもいざという時にねちゃんと背筋を伸ばしてね向き合えるようにね、自分の中で今知識をたくさんつけている段階でもあります。なんで一番いいのはね、本当に治すって言ってくれたんで、まあ、しっかり治ってね戻ってくるのが一番いいんですけど、なんかやっぱりさ新車で買ってんのになんか中古感みたいなのちょっと出てきちゃいますよね。こんだけ預けててさ、いろいろいじくり回さ、まあ、これしょうがないんですけどね、で戻ってくるとね、やっぱりなんか自分が一からねこうなんか乗っていってるって感じがね、なんかあんまりなくなってしまって、若干のこの中古感みたいなのが出てきてしまってますけどね、なんかそれはもうしょうがないですね、しょうがないっていうわけで、まあ今そんな現状でね、手元には F3 はない状態でございます。てなわけでね、今、まあ、梅雨なんであんまり乗れないんですけどね、ちょっとした晴れ間が覗いた時とかさ、ああっていう感じはちょっとありますよね。ちょっと悶々とした感じはあるんですけども、まあこういうね、ステッカーをいろいろね、買ったりね、まあこれ、ちょっと思ったより大きかったんで、もうちょっとちっちゃかったらね、F3 とかいうロゴの下にね、ちょっと貼ってみるとかっこいいかなと思って、ね、まあこういうのいろいろとね、グッズを漁ったりしてね、納車前の気分にね、再び浸れてるっていう意味ではね、ポジティブに捉えれば早く戻ってこないかなっていうねワクワク感みたいのはありますね。はい、というわけで、まああとはね、まあ細かいことを挙げていくと、ちょっとね首をかしげざるを得ないことがいくつかあって、まあ全部は話さないんですけど、まあ事実なんでね、ちょっと一部話していきたいと思います。まあバイクがね初日からそんな感じで、ただでさえねはーっていう感じなのに、俺のバイクだけね、そのステムっていうんですかね、こうトップブリッジっていうのかな、上の方にさエンブレムみたいのがシルバー貼ってるじゃないですか。で俺のだけね F3800 とかさ F4 とか貼ってるんですけど、俺のだけ貼ってなくてね、まあ、これすぐ取り寄せてくれるっていうんでやってもらってますけどもね、アグスタジャパンさんが言うにはね、その一応イタリアに発注はしてるけど、いつ届くか分かんないんでね、まあ、多分最終的にお客様のお手元にお届けできると思いますよみたいなねそんな曖昧な感じでね言われてね、マジかよっていうね、ちょっとがっかりしたこともあります。であとはね、これすごい大事なところなんですけどもね、まあ保険をねうちの保険に変えてくださいと言うんでね、分かりましたって今まで使ってた保険を解約して、ね、そっちに乗り換えたんですよ。で証券が届いてびっくりしました。ナンバーが違うっていうね、これディーラーさんが間違えてるんじゃなくて、多分なんて保険会社がねデータを入力するときに間違えたんじゃないかなっていうふうに思うようにしてるんですけどね、まあ俺にとってはどっちが間違えてるなんて関係ないですからね、びっくりしてね、まあ車体のナンバーが合ってれば適用されるっていうのは聞いてちょっと安心したんですけどもね、またすぐ私の方からもね電話して書き換えてもらいました。まあそんなこともあってね、マジかと思ったんですけど、まああとねちょっとびっくりしたのはね、今まで俺がデートナーで組んでたローンもそうだったんですけどね、まあ今回も、まあ、値段がお高いんで、まあ、毎月の支払い額をね低く設定して、その分長くローンを組ませてもらってるんですよ。こう一部繰り上げをねどん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 していけるっていうね、俺デートランの時はそうだったんですよ、うん、5万円貯まったらもう入れて10万円貯まったら入れてみたいなね、それができるプランで、まあ同じ審判会社だったんで、まあそれできますか、じゃあそれできるからそれで行こうっていうことでね組ませてもらって、でこの間給付金が入ったんでね、もう早速ちょっと繰り上げしようかなと思って審判会社に電話したらね、いやできませんって言われてね、えなんでって聞いたらね、そのプランにも A プラン B プランみたいなのが分かれてるんですよ、その繰り上げができるプランがね。で俺が今まで使ってたのは A プランだったんですけど、そこのディーラーさんではね、そのアグスタに関しては B プランしか扱ってなくて、その B プランで契約されててね、でその B プランっていうのは一部繰り上げできるんですけどもね、最低が10万円で年2回までっていう縛りがあるんですよ。
いやこれじゃあねちょっと終わらねえじゃねえかと思って、なんとかねそれ話聞いてなかったんで、それだったらちゃんと説明してもらわないと分かんないわけですね。こっちとこういうプランがあって、アグスタはこっちしか使えませんとかねっていうのがなかったんでね、ちょっともう焦ってそれ困るからって、まあ、契約に関する大事なことなんでここってね、あの審判会社に電話してなんとか A プランに切り替えてくれっつって、そしたらねまあできないことはないけどっつって、まあ、今いろいろ動いてもらってますって、また一からね審査からやり直しになりますっていうことで、マジかよっつってね、まあその保険に関してもね、このローンに関しても、もう結局ね、うん、ディーラーさんも動いてはくれてますけど、自分の方からもどんどん動いてね、結局二度手間になってしまうっていうところで、やっぱりねこう高い買い物する時ってさ、特にそうだと思うんですけど、まあ俺も営業やってた人なんで、営業やられてる方とかもよくご存知だと思うんですけどね、例えばまあこういう商品を売りますって言った時にさ、そのお店からまあ買いますよ、現実的にはお店から買うんですけど、結局ほら対面して、あこういう人だったら信用できるなとかさ、その結局人から買うわけじゃないですか、いろんな商品ってね、うん、それが俺営業だと思ってるんで、うん、結局その信用してね買ったんですけど、もう車体はこうだし細かいところはこうだしね、契約に関してこうだしっていうのがね、バババババって立て続けに来ちゃうと、結局ねその信用っていうのを失うのは一瞬であって、っていうね、ちょっと二重のがっかりみたいのね最近受けてるんで、まあそれ以外でねいろいろ細かいことは親身になってねいろいろやってくれてるんで、まあまあそこまでねはっていう感じではないですけどもね、ちょっとその辺がね、大丈夫かなっていうのはあります。なんでまあ今現状としてはね、その俺のバイクはディーラーに預けてます。いつ戻ってくるのかちょっと分かんないですけどもね、なるべく今こういう時期なんでね、せっかくこういう時期だから買ったっていうのもあるんで、なるべく早く元気になってね戻していただけたら幸いかなと思いながら、毎日を送っております。なんでね、ディーラーさんもメカの人もね必死になって今やってくれてますのでね、あのアグスタジャパンさんと、ね、連携してやってくれてるんで、そこはしっかり見させていただいてね、今後あまりねこう手元に置いていけない状態が続くようであれば、やっぱりね、私もねいつまでもしょうがないね、へへへって笑ってるわけにいかないんで、その時はその時でね、またいろいろとねディーラーさんとかねその会社も含めてね、いろいろと話を詰めてね、なるべくみんなが幸せになる風にね、やって話を進めていきたいなと思っている次第でございます。てなわけでね、早くアグスタ F3 戻ってきて楽しい動画をねみんなと一緒に共有したいと思ってますので、これからも応援の方よろしくお願いいたします。てなわけで風道でございました。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。